ゼッケン99番テルル82レーシング野田博樹選手、おめでとうございます。そして優勝チーム監督菅原道直さん、どうぞ。監督の大崎表彰台のところにお越しください。さあ続きまして第2位です。第2位はゼッケン91番森脇クラブ山口達也選手、おめでとうございます。そして第3位はゼッケン73番武蔵川君晴海プロ小西佳輝選手。それでは初めに各選手にトロフィーが贈られます。プレゼンターは日本モーターサイクルスポーツ協会タカの明会長にお願いをいたします。それでは優勝をいたしました野田選手、ゴールドトロフィーが贈られました。続きまして優勝監督の菅原監督にもゴールドトロフィーです。続きまして第2位に入りました山口選手にシルバーのトロフィー、そして第3位の小西選手にブロンズのトロフィーが贈られました。続きましてはスパークリングファイトであります。3選手には鈴鹿サーキットにより奥の松酒造様協賛のスパークリング日本酒が贈られます。全員がお揃いになってからスパークリングファイトをしていただきます。さあそれではよろしいでしょうか。スパークリングファイト、選手の皆さん、どうぞトロフィーをお持ちいただきまして、高々と掲げていただくようにお願いをいたします。